ポチエーサーに続いて2代目の愛車ね、セダンじゃん。これがもう車検が通ったということで、本日いつも通り中丸くんでございますね。中丸くんのところのオリジナル商品の車庫帳をつけていただいて、うん、前回キメちゃんから譲っていただいた、はい、とりあえずトラストをつけると。横浜は英語になるけど筋肉落ちすぎて、はい、キャブも取れないのね。だから僕今日こうやってお水で筋トレする。スカビのブッシュがこれやばくないですか。あ、ボロボロじゃん。超ボロボロっすよ。ああ頼んできました。うわ、一緒に買いましょう。すごい、こういうところよ。はい、こっちをレンズ出して見ていきましょうか。こんな細いからね、こんな重量級上げれるんだ。ほら、これリアショックです。わっけー、これリアショック。めちゃめちゃかっけー、けーめちゃかっけー。もうほら、あ、かっけー、これだよな。え、かっけー。車庫帳とかもさ、一回決めちゃったら、はい、基本もうバラさないから、はい、車庫帳じゃなくていいと思うんだけど本来はさ、もう走りの分かる男が使うもんだから、ちょっとこれ硬いな、もうちょっとなんとかしようってさ。あ、これでも硬さはこの減衰力が、え、どこで頭にこうダイヤルが、あ、本当だ、ついてて、これで硬さ結構変わる。へえ。ちょっとゴチゴチするなと思ったら、こう柔らかくて、これ中丸設計に必要だな。そうですね、乗って、うん、俺よくわかんねえ、乗り上がれ、うん、でも最高最高って終わりだから後ろにもついてる。前後しっぷ前後調整20段ついてる。そんな俺の中ではかやば8段が最強だと思ってた。20段自慢はかやば8段とっていうよく昔書いてたもんだからオーマイ街道レーサーとか、ね、ああいうのには書いてたよよく、はいはい、脳卒なんで一番固くするんだけど、まあ、意味がないんですよ結局。そうですね、だってバネ効いてないですね。バネないんだから地盤は茅場八段と脳卒とか霊卒二巻きカットですか。そうですね、うん、マジ重いから結構ずっしり重いよ。へぇー、終わったのか。足腰きた。全然違うね、ほら。ほんとっすね。まあ今結構縮んでるんで、うん、箱入れるために縮めちゃってるんで、うん、あ、なるほど。多分この状態で組んだら結構車庫端になっちゃう。うちのも普通にイベント車とかに使えるように、うん、フレーム着地ぐらいまで落とせるんで。そういうことの車庫。やっぱり、あの保安基準も満たし、はい、そうです、ね、いざって時のカスタマイズ魂も満たす。これ両方ともいけるような長さで一応あのショップの長さ決めて作ったんで。それがジャストンですか、ね、俺のチェイサーさ、はい、全然ずっと前浮いてたじゃん。あ、そうですね、ありましたね、はい、あれも最悪だったんだよな。やっぱ分かんないことに手出すとあれどこにはまるってことがあんまり初めて分かったもんね。だあの時さ、まだ中丸くん知らなかったじゃん、はい、あの時中丸くん知ってたらもう最高だったんだよ。まあ確かに、まあそしたらもうこれ無理くりつけてもらってたよ。いやでもケンさ、あの MX41 でうちの使ってるって言いますか。え、全然ここのさっきのあのハブ、うんうんうん、作ったものこの角ですよね。はいはいはい。ここの部分が結局このキャリパーのこのピッチャーで、うんうんうん、その辺とか、あとこのバックパネルの取り付けの穴の数とかが
やっぱその年式車種で違うんで、うん、じゃあ下だけ使うのか、ここだけ違う、あの、うん、その車種のつけば結局ここに寄せついてるんですよ、ね、あ、本当だ本当だ、あ、これだよね、中丸くん、あの仕事終わりに毎日そう、これで大量生産してる、うん、だここの寄せしてるの違うのに変えれば違う車種にも使えますよ、だからほら、あれをさっき中丸くんに返すってそういうことだ、あ、なるほど、手持ちのところ作ってくれてるから、代わりにあるのうちにまた、そうです、そう、この部分はもうあの純正しかないんで、社外品のこの辺のスピンドルってのはないんで、ですから次回ね購入してくれた、はい、そのにつくっていうことですよ、まあそうですね、ね、だから俺のドナー、俺はドナーそういうことですね、本当にドナーだ、すげえ、じゃあちょっとこっちから組んでよし、はい、はい、そうです、見方的には上からがいいですね、ちょっと待って、なんかちょっと変えた方が良さそうだな、本当だ、あ、本当だ、まあそんな破れてはないけど、もう破れかけだね、かけらんで、うん、ああほんまま、え、まさかあんの、これが確かあったんですね、入れて変えましょうよ、うん、変えよう、うん、あったっすね、ほらだからこういうこと、うん、はい、ね、もうあの何変えていいか分かってるから、うん、だいたいストックしてるんですよ、おい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 、こんな飛ばし方だ、すげえ、ちょっと心配しちゃったよ。こういう風に撮る。おお、あ、針金入ってる。交換ですね。へえ。だからこれグリスを入れられるんですよ。はい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 。あ、本当だ。そう。ここからグリスを足せるんですけど、足すとプッて入るんだね。そうなんですよ。足した時にちょっとはみ出たやつが、まあだいぶ。まあでもこれは通ったんで車検的には大丈夫です、ね、車検とかこういうところすげえチェックするから、ね、あ、へえ、そう、陸地は結構ブーツの切れとか見られる、あのマフラーがあの割れてるとか、へえ、見る見る、ってことある人だったらまだ分かるね、だからこれ俺たちは分かんないですから、何のための針金なのってなるからこれグリスガンここからブスッとガチャンって入れて、チュッチュッチュッと、そうですね、うん、それとこれがね膨らんでくる、あ、本当だ、膨らんでくる、膨らんできましたね、こんなもんでいいっすよ、あんま入れすぎるともうパンパンになっちゃう、ケントのクソ風呂っていつもこんな感じだ、いやいやいや、まさかまさかだからこれは俺昭和スタイルでやってるから、あ、これ令和スタイルだったら俺もセクハラにパターン、確かにそうっすよ、ね、でも俺はほらケントに最初から俺は昭和スタイルだからなって言ってんだよ、確かに、ただ令和スタイルの編集で切りますからあと元戻す、面白い、すごい、ナコ長はまずは71は前に光パーついてるんで、うん、前、ああ前ね、はいはい、ここも間違えるからね、本当にまず上っす、上を上、じゃあ詰めてもらいますから、はいよ、これがお前デッチだよ、はい、これデッチがもっと持つ方だもんね、本来は、まあ、とりあえずそれで、うん、もう一個向こうもぶら下げちゃうんですよ、はいはい、あ、そうだね、あ、最初にぶら下げちゃう、ね、結局下を、うん、今ここ、はいはい、上げるじゃないですか、うんうんうん、スタビライザーがついてて反対とこれでつながってる、うん、ああ連動してるってことね、こっち上げて向こうもギュンって上がってくるんで、あ、そういうこと、まず先にショックをつけといた方がつけ組みやすいです、ね、じゃないと突っ張っちゃう、あ、そういう感じです、やばいよ、ちょっと盛り上がってきたんだよ、はい、これもまた入んなくて苦労したからね、これ。いやこれめっちゃ覚えてます、俺も。めちゃめちゃ苦労してましたよね。すっげえ大変だったんで、中腰でさ、下にね、はい、ジャッキとお前入れて。はい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 、はい。やっぱ、この青が入るだけでやっぱ違う。やっぱ一色ね、入るだけで。ちょっとそうですね。いやー、ほんとだ、かっこいい。だいたい俺ね、青俺好きだから。ああ、確かにそうですね。青好きなんですよ。くるくるくるって回してます。はいはい、こう普通の車高調、よくある昔の車高調ってこのバネのこのここので高さ変えてるじゃないですか、これフルタップなんでここはいじんないですよ、うん、でもこのケースの長さを変えてこれ、そう、これで車高が調整できるんで、俺の車高調はあれ、はい、バネでやってたじゃん、懐かしいですね、なんか今ふと思い出しました、めちゃくちゃ車高下げるとバネガチャガチャ遊んじゃう、そうそう、遊んじゃってる、うん、このフルタップっていうのはバネは一切触らないんで、バネが遊ばせないように車高調整、
だからもうべったしゃこにしても場に遊ばないそういう感じの作りをしております。まあ、ある程度でいいです。鎖骨調整は最後やるんで。右左違かったら違うからね。中丸くんはこれでドリフトやってた。この長生きセダンにツインターボ持ってて。体型速くなんないんで、うん、やめちゃいましたけど。あ、ツインターボでも速くなんなかったんだ。いやそうですね。ブーストリミッター解除して、うん、ブースト圧を純正の倍ぐらいかけてやったんですよ。うん、まあ、ヘッドガスケット飛んでもいいかなと思って。うん、全然ノーマルのシルビアより遅かったです。俺さ、はい、ランボルギーニカウンタックの LP400 っていう、俺が小学校の時に爆発的に人気だったやつ乗ったことあるの、はい、めちゃくちゃ遅くてへえ。あれ、あの昔はスーパーカークイズとか夢の対決とかあって、はい、300キロ出るみたいな。あ、はいね、いや俺乗ったらめっちゃ遅かった。あの S13 シルビアの絶対ケースの方が早いと思った。そういうのありますよね。人好き好きだから、はい、あれだけど、フェラーリとか、はい、カウンタックとかポルシェとかいろんなほら高級車乗ってる人いるけどさ、ね、はい、今いいんでしょう。でも俺はもう本当ソアラとか。うんうん、ね、71とか、はい、それの 1G でブワーってやって走りたいの。そうか、また満足度、あ、いや金ないからでしょうじゃないんですよ。やっぱ乗った時の満足度ってやっぱ俺はやっぱ思い出込む。乗って楽しければいいんじゃないのね、うんうんうん、今はそういう考え方。そう、本人が良ければいいんだ。だからさ、今の時代ってさ、あの何でもシャボテンにしちゃうし、何でも俗称にしちゃうからね。いや俺からしたら、いや、なんでと思うんだけど、あのやっぱそういうことだよね。で、本人が楽しければいい。ああ、確かに。しかもさ、あれ車高落とすとなんかかっこよく見えるよね。まあそれはあるんですね。あれ不思議なんだよな。不思議あります。俺、うわっ、こいつにこの前中丸君が増えてたから。俺3本目っすね。いや、最初ずっとこの代わりにミッションジャッキ使ってたんです。ああ、ああ、よく木入れてなんかやってるやつでしょ。ただこれが買わなかった理由は、うん、これの名前がなんて名前か知らなくて、あー、変えなかった。なんて名前、あげるやつ、あげるやつ、なんだろうなって言ったら、これなんかサポートリフターっていうらしくて、へー、それで探して、でもアストロイキア売ってるんですよ、うん、ここでもう下がってるんで、うん、でこのナックルティ、こういう風に俺たちこれやるのも大変だったよな。いや、ね、本当に、ね、上げて、あ、超大変だったな。わあ、これハマったじゃないですか。これ大変だったな。いや、もうなんか大変でしたね、こんな。で、これでもうあとネジこの場でこうやって入れるだけ。知識と設備と工具、設備工具マジ大事ね。で、インパクトで仮締めして、よいしょ、ここはマジガッチリ締めたんです。はい、装着できました。最高。これで、あとバックプレートつけるんですけど、どうしますこれ。これ菊ちゃんがいたらもう確実に塗ってるよ。俺菊チーズのを俺は認証、継承する男としてやっぱやりますよ。じゃあ、はい、そこはじゃあ綺麗にしていきましょう。はい、はい、あ、でも綺麗だよ、綺麗、全然綺麗。本当に、ほこりなし、ほこりなし、本当に。あ、これもしかしたら前回菊ちゃんこれだけは綺麗にしてたのかもしんねえよな。ほこりなしたもん、本当に。菊ちゃん、ありがとうございます。そして、俺の塗装ブースの、これ俺の塗装ブース。おー、すげえ。あ、これでもあるもので、いかにこういうの作れるかって話だから、はい、ほら、どうよ。わあ、あ、もうだい、もうこの時点でだいぶ違いますね。よし、オッケー。ああ、もうだいぶ多分これ違いますね。違うと思う。これついたら。いやー、でも本当ね、マラ君、チューさんのエンジンを積みたい。いや、俺さ、この前オプション、あ、はいはい、エンジンスワップをやりまくってるその特集みたいな見て、マーク2にエンジン積みたいと思って、
見て、ちょっと燃えちゃって。しかもその足回りに中丸くん組んでる。へぇー。あれナローっていううちですけど。俺、はい、もう招待状もらってんすよ。俺。招待状ちょうだいよじゃなくて、もらってんすか。はい、俺3月に、はい、某所に行ってドリフトすっから。ドリフトするんすか、うん、で2月に中丸道場で俺ドリフトを教えてもらうから1回、うん、横にがドリフトするんすか、いやもう中丸道場だから。マジっすか。中丸道場でステッカー貼るからね。ちょっとやりに行きました。せっかく LSD 入れたんで、J さんだから俺はちょっとエンジンね、もうちょっとパワーが開運に積み替える。え、今までドリフトの経験はねえよ。俺は直線大好き、街道レーサーなんだから。やってみましょう。車遊びがたくさんありますから、ね、俺も箱根の水すましと言われるんだよね。箱根の水すましこれ、ピタッといいじゃないですか。めちゃめちゃ綺麗な、最高最高。ねえ、中丸くん、はい、カレー屋さん？インディアン。インディアン。はい。あれってさ、札幌とかさ、いろんなとこにあんのかな？いや、インディアンは、どういうことか、なんじゃなかった。マジかよ。なんか、帯広釧路っていうイメージなんで。今年こそさ、はい、どっかに鮭、はいはい、釣り行きたかったからさ。そう、鮭行きたいっすね。ね、インスタで、サクラマスの、超過の写真とか見まくってたら、あれやべえ、来てるもん。すごいよ。山崎くんも行きたいって言ってたからさ。行きたいですね。すげえいいマス釣れてるんで。行きたいな。これはいいなとは思ったし。いや、本当に行きたい。今年ちょっとさ、はい、行こう。中丸くん。それ先行きますか。行こう。はい。ね。あの中丸くんのあの弟、休まして。弟も拉致します。バックプレートつけていただいたので。おいっ。まあ、ハムですね。まあ、この、ローターごと、うんうんうん、このスピンドルに一応乗っとくんですよ、うんうん、グリスはいはいはい、このね、ベアリング、うん、グリスを先につけて、うん、ここにもうペコッと乗っけちゃうんですね。で乗っけたら、あともうこれをブスッと。日本ってすげえさ、綺麗な環境でやるけど、はい、俺外国の YouTube とか見てて、もうドロッドロのとこでエンジン組んだり足回り組んだりしてるの。だからすごいっすよね。だから、うん、俺たちの常識はちょっとね、おかしいんですよ。普通に砂利の中でエンジンとか組んでる。組んでるよね。それでエンジンかかってくから普通に。すごいんですよね。アメリカのドラッグレースのビデオとか見たんですけど、コンテナの中でエンジン組んでるんですよ。ガチャ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 。もう締め付けとかインパクトでガガガガッつけて、外に80スープラー用意しちゃって、そのままコンテナからエンジンガチャーン乗っけて、でエンジンかけて、そのままトラックレス全開して鳴らすとこないですよ、何にもない。組んで、しかも締め付け全部インパクトで、ドラックレスバーン走ってめっちゃタイム出るんですよ。かっけー、真似はできんの。まあ、あの人たちって 400m 走れればいいんです。そうだよね。なもう400m 走れる耐久力じゃないから、ね、別にどうせ400走ってタイム出たら、うんうん、もう別にまたバラすからいいよみたいな。ここのセンターの締め方的には、うん、こっち側ってこう回るじゃないですか、うん、はい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 。でもネジはこっちで締まるじゃないですか、はい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 。ネジのナットにかかる力って緩まおうとする力にかかる。だからこっちの締め方と向こうの締め方って自分変えてるの。あのバイソンの時のオルターネーターと同じ原理だよね。ああはい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 、はい、確かに確かに。なんでこっちは緩もうとする力がかかるんで、ちょっと強めれば平気なんです。自分は一回ギュッと締めて、で軽く回して、で緩めるんですよ。で、もう一回締める。で、もう軽くです。こんなもんです。これでも OK。スムーズで、これでも強い方です。だから昔、86でレースやってた人って、ここも手締めですよ。もう抵抗なくすために。まあ、ただそれで街乗りして距離走ると、もうすぐガタガタになっちゃう。だからさっきの 400m と同じ流れ。もうそのレースで周回して、もうタイム出れば OK。
まあ、そういう感じです、ね、これカップがついてね、この王冠ですね、うん、これは緩みの上です。いやこれがついてるんで緩んでいくことはないんですけど、まあ多少はやっぱり緩む方向に、うん、で割りピンスキー、まあ、これは新品にしましょう、はい、ワンピンぐらいはね、やっぱりこれも新品でもしょうがないですよ、うん、ここまで当時物にこだわったらどうしてで、これですね、はいはい、入れ方があって、うん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 、ここでも一回叩かれちゃったんですね、うん、叩かれてるね、潰れてます、凹んでるもんね、ここ叩くと潰れてダメなんで、うんうんうん、あーはいはいはい、これ50杯の筒ですね、うんうん、これぴったりなんですよ、うん、これマフラー作ってるからあるんですよそう、これマフラーの材料ですよ、ね、ぴったりなんです。でここもこうやって当てて叩けば、おーいいねー、おーこれこっちは完成です。ああすげえ。これねパイプにジャストンプレートついてるから。ついてます。本当だ。これだからマフラーとかいろいろ作るとジャストンプレート入れてもらえる。すごい。いいですね。うん、いいねー。それでこれでハブ。バリバリ。きましたね。オッケーオッケー。はい、じゃあ横にさキャリパーの。はい。ありがとうございます。おっす。任される。うん、もう位置が全然違うもん。このハブの夢や、やっぱローマンズコップってめっちゃダラーンって伸びる、確かにもうケントの袋と一緒、いやいやいや、ね、寒い時は上にキュッとなるの、まあまあまあ確かに、お前はもうパンパンだからダラーンってやつあでも確か後ろ見ても全然、後ろも今ショックがね長いんで、うん、垂れ下がってる、そうケントの袋と一緒俺はもう編集でカットできないぐらい俺どっかでも使わなきゃしょうがないぐらい。使わなきゃしょうがない。全くふざけないよりふざけてカットされた方が面白い。確かに。だってだってもう本当ふざけてなかったら、はい、面白いとこ一つもなしで終わるんですから。で今回はね こっち進行方向に締めてる。そう。これは進行方向に締まっていくんで、うん、締まる力がかかるんで。そうそうそう。そういうことよ。こっち締めすぎてる車ってさっきこのこれ。はめるじゃないですか、はい、隙間からねもうグリス出てきてもう熱持っちゃってグリスがもう熱々になっちゃって、そうするとハブベアリングの傷みも早いんで、ここはだからね、またまあ締め方的にはもうギュッと締めて一回なじませてで緩めて、これはここの締め具合はもうさっきとちょっと弱めですね、まあ、一応締め付けトルクってあるんですけど、私はもう感覚です、全部この締め方は全部感覚です。さてフロントはこれで完成ですよ、よっしゃー、さて後ろのまずテーションはショックですね、でもあれですよね、後ろの足回りって、うん、あサポートじゃないんですよね、うんうん、結局サポートってこのバネの長さで変わる、ね、これだもんね、ただここにアジャスターつくタイプもあるんですけど、うんうんうん、あそれ見た俺自分で車高調作るとき、うん、ただ、うん、今回は、うん、バネはもう長さはカットして車高を決めます、はいはいはい、基本的にそうです、うん、でバネがカットすると遊ぶじゃないですか、うんうんうん、遊ばなくするために、うん、うちのこの付属のショックは長さが変えられて、はいはいはい、ここのバネがしっかり遊ばないそういうことねっていうふうにできる仕組みです、おい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 、そうするともうパコーンバネが、うん、バネはねこれちょっと硬いの入ってますね、へえ、ちょっと硬いバネ、これ硬いんで、うん、これいいと思います、うん、これは後で車高カットして調整します、それでこれが一回フリーになったんですよね、で反対取ってワンカムだからデブがちっちゃいですね、あそうなの、ちっちゃいです、進化もだともっとでかいの、もう一個でかいです、へぇ、71はデフ3種類ありますから、あ、そうなんだ、ツインターボはもっとでかいです、へぇ、パワーがあるから、そうです、まあただオーバースペックですね、おパワーあるといえども、まあ、いらねえだろうみたいな、30数年前のパワーなんで、そんなに、うん、全然違うね、形、あ、それが超かっけえ、かっけえ、近代的、ワイヤー外れそうだな、あれ何
ほぼ合いそうだね。この間ほぼ開いてたもん。開けて、あれじゃない、あの、なんか見たもんね。超ピンチ。ピンチ。なんと、トランクが開かなかった。パコッと落としたけど、開かない。超やべえ。最悪だよ、トランクが開かないという、はい、事件です。中から走って今それ後ろ取ったんですか。本当だよ、なんない、サイズブロックみたいなのはまずかしないけど、かこれで開くんだよ。開いた。おお。え、何これがかかってもしてなぜかしない。あ、これだ。え、これがかかってるとさ、どうやってダメなの。でもなぜか鍵が回らないのはおかしいですね。あ、ねえ、南丸くん、はい、ボルクメッシュ、そういえば俺たち4本もらったじゃん。ああ。これに組んでドリチャーにすれば。ああ、まあそれもあり。おそらくここにタイラップギュッてやっとこうかな。多分このホイールは揺れて、あなっちゃった。ああ。勝手にカチャンって。ありえる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 。あ、ありえる。ありえる。まあ一応開いたんでよかった。開いてよかった。ここのタップを外すと、はい、猫がと上からショックの頭が。おお。あとナット外すとショック外せるんです。はい、回りました。もうちょっと、ね、じゃあ押さえてみてください。はいよ、この回りしちゃうかった。ああ、なるほど、押さえてください。はい、下に抜いちゃってください。はい、はいよ、うん、純正最高、はい、もう二度と使うことはない。まあ適当に置いてください。二人こういる場合は迷わずに押さえてもらいます。おはい、行ってきて瞬殺じゃね。2人だと早いです、ね、1人だとほらここの先端、うん、ここがつまめるようになってる。あ、弱そう。あ、ここの弱そうな、ここモンキーとかでつまんでギュッてやる。弱そうだな、それ。71はね、ポイントがあって左右でバネの長さ変えないといけないんです。なんで揃えちゃうと、うん、バネ、車高変わっちゃう。なんであのロアアームの、うん、このバネが座る、うん、この巻き終わりの位置、うん、ここの位置が違うんですよ。そういうこと。だからここで座るのとここで座るのと車高違うじゃない。違う違う違う。だからその座る位置に合わせて切らないと、うん、右の方が多めに切らないと、うん、同じ長さにすると右だけ車高上がっちゃう。ほとんどの人知らないと思うよ。それは多分やってる人だと分かる。ね、大体ね指1本ぐらいは変わります。へえ。同じ位置で変え切っちゃうと、うん、指、車庫端で指一本って結構違うじゃないですか。違う違う違う。なんでとりあえずどれくらい切ろうかな。切りすぎてうわー車庫端すぎってなっちゃうんで、半巻き、とりあえず半分ですかね、うん、でこれは左用にして、うん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 、右はちょっと多めに切らなきゃいけないんで、はい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 、ここ合わせてここじゃないですか、うん、ここプラスこれぐらいでいいと思うんで、うんうん、指一本で考えて、このバネって結構巻きが荒いんで、うんうん、まあここいらぐらいかなって感じ、この感じね、この感じ、うん、ちょっと多めに切るんですよ、うんうん、右につけましょう、うん、あとは一回下ろしてみないと。そうだよ、ね、大体最終的にはね。よし、あ、肌見えた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 。はいよ、うん、はい、はいよ、反対側に、あ
バンプラバーはどうしようかな。ちょっと切っとくかな。あ、これバンプラバーこれ切られてないんで。ああ、そう、チェーさんの時も入んなくて切ったな。あ、切りましたね。あ、長すぎて。バンプ長いと突き上げるんで、ね、ぶつかってね。うん、もうその前にスタビブッシュ買いますか。うん、あ、そうね、バネ入れる前に。あ、その方が楽だ。スタンがですね、なんとひん曲がっとるんですね。こういう風に。あ、さっきみたいに挟まれてないというか。そう、ちゃんとあのまっすぐ挟まれてないです。確かに。ひん曲がってるんです。なんでこんな現象になったんだろうね、本当に。これね、マネを入れたりするときに、うん、足回りをギュッと押したりすると、グワッて引っ張られて曲がっちゃったりする。本来、うん、ここを上外してからやるのかな。緩めた方がいいですね。あ、取れなかった。持つ？あ、いけた。折れた。折れた。これはね、おそらく曲がった理由として、錆びて、うん、痩せてます。あ、本当だ。はい、そう、錆びちゃってるんです。だからここから痩せたところから曲がる。ああ、そこにね、うん、あれが入って。こういうところは、うん、新品で純正部品が出るとこはやっぱみんな買いづらいですよ ね、うん、だって。下のネジもで、これで上から締めるんです。うん、ちょっとこれで離したらいいです。大丈夫。あと、はい、あ、よ、工具で締めちゃう。ああ、やっぱだいぶ力入るね、ここね。そうです、そこで力かかるじゃないですか。ああ、なるほど。だから、ね、錆びて痩せてたから、そこでふにゃっていっちゃった、うん、いい、ちょっと一回下ろして、はい、ちょっとこれ上げていいです。はい、オッケーです。マジで筋肉つくと思う。全身使うもんね。いや、本当ですね。ああ、足腰も使います。いや、これ健康のために車屋さんで整備の手伝いするっていうのは非常にいいと思うよ。健康のために。これは本当週2回8時間ここで働かせてもらえれば、本当ジムめちゃくちゃ行ってるのと一緒だもん。まあでも結構そうかもしれないですね。ああ、いや、本当俺マジで週1回多分来ると思うもん。あの、中村君ちょっとジムいいっすか今日。ジムいいっすか、ね、整備工場はジムだから。はい、OK、はい、すげえ楽しい。スタビリンクは OK ですね。ワンプラバー切りましょうか。ああ、そうだね。これ中丸くんどうで切ったんだっけ。いや、向こうで本当に本当にいいのかなとか言いながら切ってた記憶あります。カッターとかで切ってた気がしますね。あ、カッターで切ってた。カッターで切ってましたね。カッターで切れます。自分のカッターで切れます。正しかったですね。カッターでね、切り方もこちらあるんですね。あ、そうなんだ。やっぱ油くれながらやるとすぐ切れますね。へぇ、普段切っちゃいましょうか、うん、切っちゃおう。で、ここに油を刺して、うん、で、まず入れるじゃないですか、うん、ああ、すげえ入るじゃん、歯が。隙間にまた油入れて、うん、めちゃくちゃ歯入る。こうやってやると、こうやっていきます。うわ、瞬殺。そうなんですよ。なんで、じゃあ反対側を。お、わしやろう。はい、瞬殺。あ、入るわ。スー入る。すごい。あ、スー入る。俺今右でやられてるから、うん、両手でやったけど、スーって入るよ。そう、やっぱ油強いっす。うわ、油ってすごいな。こんな手に貼っていく。そうそうそう。これをね。これ巻き終わりにはまって、でやりますね。で、71はこっち側巻き終わりがここなんで、ここに合わせて、あとはこれを上げていく感じですね。で、これで大体今バネがもう挟んでない状態なんで、でもあんまりテンションかけると、今度足伸びなくなっちゃうんで、伸びないと段差とか体格になった時に、
亀になりやすいんで、ある程度伸びるような感じでセットしてあげないと。そうね、なもんかな、なもんかな。したら、ただ結構車高はまだ全然高いかもしれないですね。まあ一回下ろしてみてからですね。オッケー。おー、入った。まあここはね、でも手締めでいいっすよ。うん、一回また。ああでもなんかこう見るといい感じっぽいけどね。ああ高さ的に。うん。いい感じ。ああ確かに、さっきまでとだいぶ違う。ね。全然違う。足の位置が。もう全然違いますね。まずは試しに履いてみましょう。おやべえ。寝かさすぎず、うん、よし、じゃあちょっと着地させてみましょう、ね、おいよ。なんかかっこよくないですか、かっこいい。いやもうだってツラッツラだもん。ツラツラ。あ、これもうちょっと押したらもっとキュッと入るから、こんなぐらいがでいいんじゃないな、レベルな気がしな。ツラッツラもう少しちょっと、まあね、ちょっとあれだもんね、隙間があるもんね。でも71ってフロントのアーチがすごい高いんですよ。ああ、そういうことか。そうなんですよ。だから前も隙間がない。ここね、あんまり前下げすぎてもめちゃめちゃ前下がりになっちゃう。はいはいはい。それはちょっとね、難しいですよ。あ、それはちょっと嫌だよな。そう考えるとこれなんか今水平って感じする。まあ水平ぐらいだと大体こんな感じなんですよ。今度だとケツがこんどかぶりすぎちゃうもんね。そうですそうです。ああ、じゃあこれでいいのかな。まああと今この中なんで下ろして、うん、そうだよね。出すとまた、うんうん、だいぶ違うよね。そうですね。うん、はい、ちょっと一回出してみましょう。そうしよう。はい。がちょっと落ちてるぐらい、同じ、水平またはちょい前下がりぐらい、どっちか悪くないぐらい。そうですね。ただ後ろのタイヤが18号でちょっとでかいんです、ね。ああああああ。余計にケツ上がりになる。これがフロント。ああ、そっかそっか。18号で前引っ張って。そうです。後ろの方がこっちにしてる。はいはい。全部タイヤサイズ一緒にするともうちょっとバランス。まあ今日はタイヤないんで、まあね、まあ、とりあえずこれでも俺ロンシャンじゃないし。ああ、そっか、タイヤからまた変えます。変えるから。なるほど。ただツラはいいっすね。ね、ツラはいいよね。ツラはいいっすね。これチェイサーにつけたらどうなの。チェイサーでもつきますよね。ねえ、これ、ああ、タイヤ全然これでいいっすよ。これだろうか。まあ全然ありね。え、ただこれまでにちょっと用意するから。そうっすね、ブワーってなくしちゃうっすね。まあ車高的には別に問題ないんじゃない、うん、問題ない。全くちょっと高い気もするよね。もう指1本ぐらいいっちゃいます。いっちゃおうか。行きましょう。事件、タクヤさんがこれくれたの。え、いいね、セダンの。うわ、え、なにこれ。セダンです。あ、ほんとだ。屋根取れるんですよ。なんか入れ物みたいな。あ、ほんとだ。タクヤさん。わかんないですか。タクヤさん、こういうの。
嬉しいよね。すごいプレゼント。それすごいですね。拓也くんも、はい、もう中丸くんもセダン一回極めていくから。ああなるほど。もうたくさん物は持ってるけど興味がないのよ。もうここに。あそれいいっす、ね。ああいいっすね。いいっすね。いいじゃん。しかもこのミニカーはシャコタンなんですよ。いや俺もそう思ったよ。しかも拓也くんさ、公園ホイールで組んでたよね、なんかね。あ、一回キャップで、ね、キャップ で、あれかっこよかったんだよ。これ車体歪んでね。おお、そう。車高調の長さ左右に合わせてぴったり車高合うんで。おお。車体がね、歪んでる車とかって車高調の長さ合わせても車高合わない。へえ。まあ、元々これ女性ワンオーナーって話ですからね。ああ確かに。これ取っちゃっていいですよね。はい。ああ4分の1なのか。そう切りすぎるとね。うん、横から見て。うん、4分の1なのか。はい、これでどうでしょうか。じゃあこれでやっつけてみましょう。よっしょ。あ、後ろかぶったな。はい、落ちました。あ、ねえ、あ、すらないな。今ね、しっかりで、ね、頭角の調整したの。ああ、そう。すらない、すらない。余裕出た。あ、しかもぴったり入ってる。本当だ。うわ、あ、前もぴったんこじゃん。本当だ。いいね。ちょっと憶測でやってみます。これで出す。すげえ落ちた。あ、落ちた落ちた。いいじゃないですか。ねえ。この前の隙間もだいぶ減って。ああ、ようやく隙間が、前の隙間が隠れた感じがする。そうですね。ああ、いいじゃん。後ろちょっとかぶりで前。ねえ。辛いですね。やっぱかぶりが俺好きなんだよな。はいはい、これは。いいね。ここも調整したからもう、はあ、当たらんです。うん、もう、もうリムが全く出てないわ。そう、ああ、つらっつら、すげえバリバリ最高。わ、後ろめっちゃ見ててかっこいいな。やっぱね、下げるとね、かっこいいですよ、セダン。好きなんですよね、このポール。中丸くんセダン大好きだ。だから俺もこれも手放すとしたら中丸くんしかいないんで、はい、中丸くんはもうセダン一回やり尽くしてるんで、セダンに戻ることはないんですよ。お客さんの行って満足する、はい、かっこいいね、やっぱね。いや、さっきのとなんでこんな違うのかな。車ってやっぱり車高でもうイメージが全く変わってくる、うん、ね。トラストつけますか。そう、ちょっとトラストつけて、はい、まあ、トラストも絶対に俺は当時年だからいい音すると思ってるんですよ。言うてもあのトラストがさ、そんな静かなわけないと思うんですよ。よっしゃい。わ、消火器じゃん、完全な。本当だ。すげえ重たいですよ。これですね。これ。あー、綺麗。トラストか。そう。だから俺たちは、はい、あの、うるさくなくていいの。いい音だったら。あー、確かに。ちゃんと71用だ。ちゃんと合うな。71から撮りましたね。よし、これかけてよ。あー、楽しみ。エンジン、ゴー！お願いします！